下もにっこりお願いします。すいません、ここで、はい、笑顔で、はい、ありがとうございます。アイナック神戸に入団する際に、ロンドンオリンピック終了後の次の年に海外で、プレーをしたいとの本人の希望もあり、オファーがあれば送り出す話をしておりました。今年の、初めより、FC バルセロナはじめ、数チームの候補を絞り、今回、モブキャストカップで対戦したオリンピックリヨンからオファーをいただき、本人とも話をした上で、チームとしても送り出すことを決意いたしました。本日はお忙しい中ありがとうございます。日本での経験を生かし、海外でもしっかり自分のプレーを思う存分出して頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。チームメイトとのこう名残惜しさみたいなものは非常にあるかと思うんですが、チームメイトから何か言葉などはかけられたり交わしたりというのはありましたか？いや、もう最後の最後までチームメイトには言ってなかったんで、はい、ずっと内緒にしてましたし、まあ、でも本当最後自分がああいう怪我っていう形で納得いくプレーはできなかったんですけど、まあ、ピッチに立たせてもらったのは本当感謝してますし、少しの時間でしたけど本当楽しい時間をしっかり過ごせたんで、はい、良かったですし、はい、嬉しく思いました。今度はアイナックと対戦する可能性もありますし、その中にはまあ澤さんがいる可能性もあると。澤さんとの今度はクラブチーム同士での対戦だったり、アイナックとの対戦っていうのをどのように大野さん感じているか。そのモブキャストカップでまたアイナックともしやった時に、まあ、澤さんだけじゃなく本当アイナックには素晴らしい選手がたくさんいますし、まあ、そのまあ元チームメイトでもありますし、その選手たちと戦えることはすごい楽しみですし、まあ、絶対こっちも負けるつもりもないんで楽しみにしたいなとは思いますし、まあ、でもそのためにはまず本当にそのリヨンで、はい、その3連覇っていうのにしっかり貢献できるようにはまず頑張りたいですね。